接下来我们看到的是这个新干线の予約。新干线、新干线、予約预约、在新干线的一个预约。请看下面对话。すいません。明日の京都行きの新幹線の切符が欲しいんですが。すみません。不好意思。明天、京都行き、去这个京都的新幹線、新幹線。切符、切符呢是票的意思。欲しいんですが、欲しい就是想要的意思。不好意思，我想要明天去京都新干线的票，请看这小诗念过一遍。すいません。明日の京都行きの新幹線の切符が欲しいんですが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 。はい、ありますよ。何時がいいですか？はい、ありますよ。好的、有。何時是几点？何時がいいですか？那几点比较好呢？好的、有。几点好呢？请看这小诗念过一遍。はい、ありますよ。何時がいいですか？はい、ありますよ。何時がいいですか？はい、ありますよ。何時がいいですか？8時ぐらい。8時、8点。ぐらい是左右的意思，所以是大概8点左右的意思。8点左右，请看这小诗念过一遍。8時くらい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 。8時3分発ののぞみ1035がありますね。これでいいですか？8時3分、8点3分。発是这个出发的。のぞみ1035。这一个のぞみ呢，就是新干线的这个旺号。那么旺号呢，是103号。がありますよ，所以表示有八点三分开的这个希望号是103号。これでいいですか？那么这一班列车就可以了吗？八点三分出发的希望103号，可以吗？请看这小诗念过一遍。8時3分発ののぞみ1035がありますね。これでいいですか？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  8 時3分発ののぞみ1035がありますね。これでいいですか？はい、请看这小诗念过一遍。はい。はい。はい。お一人様ですか？お一人、一人呢是一个人，哦是这个敬语，sama 呢也是对客人的一个尊称，所以他说お一人様ですか？请问你是一个人吗？请问你是一位吗？请看这小诗念过一遍。お一人様ですか？お一人様ですか？お一人様ですか？はい。禁煙席をお願いします。はい、是的。禁煙席是这个禁煙座，禁煙的这个座位。お願いします。所以麻烦你要。